んにちは。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。フレブルモアナチャンネルです。番外編ということでご報告があります。その前に今現在ですね、ブッチのもぐもぐ冒険キャンペーンというものに応募して、ブッチに食らいつくモアナの、お写真がね入賞しまして、今現在対象者を、決定するべくですね、ちょっとお尻かゆいの話を進めましょう。今一般の方からの投票で、決まるということで、皆様にご協力をいただいている、まさに今その最中なんですけれども、その結果はまだ9月23日までが投票期間になっているので、対象者の決定ご報告というのはまだもう少し先になるんですけれども、お手数をおかけしてまたご協力していただいてありがとうございます。本当に感謝しております。まだ引き続き9月23日まで投票期間が続きますので、どうぞよろしくお願いいたします。でですね、本日のその番外編ご報告というのは、に届いたお箱の中にね、その品物とチラシとかお知らせとか、まあ、今回もお悩み調査隊というような、こうちょっと見開きのこういうチラシがね入っているんですけれども、まあ、ブッチ愛用者の、まあ、生の声っていうのがねこちらに載っております。この見開きのここジョジョン、お分かりですか？はい、実はですね、あー、モアちゃん踏んづけちゃダメよ。実はですね、これモアナがの、ちょっとモアちゃん、これ実はモアナなんです。チラシにですね、このようにモアナがブッチもぐもぐ冒険キャンペーンとは全くちょっと別なんですけれども、インスタグラムにモアナの写真を投稿しているんですけれども、ブッチに変えてからね、すごくまあモアナの状態がいいということでね、ちょっとそんなようなことを、まあ、うんちの変化だったり、まあ、食いつきの良さだったりっていうのを、実際に書いて、でこのねお写真をインスタグラムの方にね投稿していたんですね。そしたら DM でこのブッチのインスタグラムの方のね、こういう広告担当の方からご連絡がありまして、ブッチの愛用者の、まあ、生の声ということで、お写真付きでこちら載せてもいいですかということでご連絡が、ありました。ブッチもぐもぐ冒険キャンペーンとはちょっと別で、まあ、お写真がね広告の方に寄与されたということで、皆様にご報告と相なりました。しばらく皆様のもとへこのモアナのお写真付きの報告が届きますよということです。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。